何をそんなにそこまでお前を立たせるんだと思ってた。俺一瞬焦りましたもん。まだ立つのか。Eso. Ay. Esa la molesta. Ay. ¡Ay! 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 え、あ、バッチバッチですよ。それぞれの思いが交錯します。めっちゃ相手気合いそう。ちょっと近かった。思ったより近かったです。本当にフィジカルのジム行ってんのと思っちゃった。やってきた内容を自分自身で否定しないように、もうただやってきたことを出すだけです。ほんまに、まあ、今日の試合組まれてる中でも結構やっぱ注目度の高い試合だと思うんで、しっかりその、まあ、その期待を超えるような試合をして勝ちたいですね。小雪と絶対あの大学の分まで勝とうって決めていたので、韓国女子キック界の強豪がこのライズの舞台初見山です。20歳になった女王が新たな進化を見せます。さあ連勝をどこまで伸ばすか。バトム級王者宮崎小雪です。これでガードが下がったところで上ですね。ここでハイキック2度目のダイバー。ここで試合終了。宮崎小雪うさぎ年にうさぎのように飛び跳ねた。これが嬉しい嬉しい。ぜひも対抗戦やらせてください。本当の一番を決めさせてください。あとこの後ジムの先輩のトキ君が試合なので、トキ君の応援もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。トキ君、トキ君、これ T シャツ着ないと。ナイス。グラウンドを振り込んでつけ。そうなんだ。去年のエルドラドでは同門ながら那須川天心ライズラストマッチの相手を務め、敗れはしたものの、そのファイトスタイルに風ねコールが起こり、会場の雰囲気を味方につけました。54キロ、7月にはトーナメントが行われます。そこに向けての切符、茜が掴むことができるでしょうか。大学君、今日ってしっかり投げてくれて、これが最後、しっかりトライハード締めます。那須川天心2世と呼ばれ、一気にスターダムへと駆け上りました。ライズ初代2階級制覇を成し遂げた男、世界に羽ばたけるか。見てるみんな、やっぱやる前って風谷選手が前に出て僕がこういなしてっていう戦いになるって予想してたと思うんですけど、僕はそれをやったら勝てないと思ったんで、風谷選手が最初プレッシャーかけて展開になるのかなと思ったら、まさか田原選手がちょっと出る形に変わってきましたね、はい、ちょっとびっくりしてます、はい、逆に下がらせてでやっていくのがやっぱいいなと思ったんで、これはガードしています。あ、左フック、アマルがよく見えています。切れ味抜群。1ラウンド目から相手が距離を取ってっていう風にやってくれたんで、まあ作戦通りハマったかな。激戦ですね。もうこれ風谷がやってくれると思います。あの1ラウンド目結構田丸選手がリングの真ん中に立ってることが多くて、ちょっとびっくりしてます。新しい形を見せていきたいとここ数試合は話をしています田丸。時まあここで打ち合っていく。左いいねいいね、聞いた聞いた。やろうやろう、ミキ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 。めっちゃ聞かせたシーンもあったのに逆に前に出てきたりとか、やっぱ本当にすごい気持ち強い選手だなっていうふうに思いました、はい、いい時の田丸選手の動きですね。風谷はやっぱり
まえたいな。あの今取られてると思った方がいいな。その方が3出れるからな。3取るぞ、3取るぞ。頭さびしないように、はい、膝に合ってるね。膝、膝に合ってる。あ、そう、あ、オッケー、オッケー、オッケー。入り方、入り方。ストレートも膝も全部見えました。見えたよな、見えた、見えたし、風間選手の前足の内に入ったり、はい、外に入ったり、その角度を変えてるわけですか、はい、こう今回るときはしっかり外に行ったりとか、はい、こう避けるときは中に入ってるんです。フライ級王者、ここで再びこの自信を得たと言います。あ、いいよ、いけるいける。あ、いいよ。今は一回判定しっかりで延長準備しよう、延長準備しよう。トランジのラウンドはあるかな。それでは集計結果をお知らせいたします。いや、準備しといた方がいい。深呼吸して、深呼吸。30対29赤タマル、ジャッジ7、30対28赤タマル。以上3対2の判定をもちまして勝者タマルトキ。ポイントの取り方が2が強いパス、うん、ちょっとあれだ。ちょっと、ちょっと、そうな、左目がダブってみるとかないですか。ちょっと、ちょっと、ちょっと2人になっていいですか。ちょっと、ちょっと、ちょっと2人でいいですか。ちょっと、ちょっと、これはちょっと、ちょっと、相手のやっぱりスピード、いやでも風根は持ってきますよ。風根は強いんで。田丸選手の、まあ、進化している場面が見えたんじゃないですかね、はい。まあ、この世界トーナメントに出場するっていうのは本当に楽しみな、またこれで成長したんじゃないですかね。全盛期ってやつを黙らせたと。今が一番強い。17歳の頃のタマルが、全盛期であの時が一番強かったって言われてマジムカついて、これで黙らせたじゃないですか。いや、そうだ、間違いない。夏川さんに勝った。いや、でも勝ったというか、僕なんか認められてなかったと思うんですよ。なんか倒せないし、てっぺんジムの人みたいになんかアグレッシブなファイトじゃなかったじゃないですか、うん、そこでこれで風間選手にあえて真っ向勝負で勝てたっていうのは、うんうん、多分やって認めてもらえたかな。本当はトライハードジムから、まあ、3選手出場予定で、まあ、あの大河くんが、まあ、アクシデントであの試合に出れなくて、小雪と絶対あの大学の分まであの勝とうって決めていたので、小雪も KO で、まあ、自分も強敵相手に、まあ、勝てて、まあ、本当にすごい嬉しい気持ちでいっぱいです。よし、これは最強だよ。よし、よかった。小雪のセコンドマジでありがとう。今完璧でした。ごめんね、なんか全然あの喜ぶ明日間もなくて本当に良かったです、マジで。まあ、僕はあの本当にスーパースターになりたくて、もっともっと有名になって、あの天心2世じゃなくて、あのタマルトキっていう名前をもっと知ってもらいたいんで、皆さんこれから僕に注目してください。積極的に前に出るスタイルでスペインの軽量級を担う存在として期待がかかる若手ファイターです。
再びこのライズに呼んでもらえる試合をお見せしますと、ハビエル・セシーリオです。なんとなんと16連勝。2019年2月チョークディーに敗れたのを最後に4年間負けなしの王者。さあ大崎和樹、17連勝なるかというその一戦です。ボディで倒したかったんですけど、あんまりいい感触で当てれなかったんで、どうしようかなと思って、あのカフトって言って代表の声も聞こえたんで、下向けれるぞ和樹。そうナイス、ロー、いいね、ナイス。カーフ聞いとるよ。もう、もう最初のカーフ聞いた時に、あ、勝ってるわと思って、セコンド指示しなくてもいいかなみたいな。そうナイス、これはもう完全聞いとる、はい、そうカズキもういいよ、行っていいぞ。よし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 、姉のフロントに来ました、シェイクよしよナイス、よしよナイス、ナイス、ナイス。最後は右ストレートで倒して、そのままキーオンした。勝つことができない。相手の選手も結構打たれ強くて、はい、一ラウンド中に倒してよかったです。カーフ効いとるからもう絶対勝てるから、違う技で俺は倒させて、それで違う技で倒すとさ、さらに自信になる、それで倒させてもらったんだけど、聞かせてはいたけど違いました。難しいですね、狙った技で倒すって。それができる選手は強いですよね、やっぱり。Ah, lo que nada más, lo mejor para los manos del cuerpo no me ha hecho daño, sí, la patada abajo, nada más. Nosotros en Europa, la patada esa no es de rodillas hacia arriba. No estamos acostumbrados. No excuses. Nada, gracias a todos los que me han apoyado, mis colegas y mi familia y poco más.コンビネーションとか、あの二段蹴りみたいなのも使ってきたりとか、結構変則的な部分もあって、うん、そういったところはちょっと怖いなとは思ったんですけど、今までやってきたそれこそ風間選手とかに比べると、まあ、無敗だったんですけど、多分これからの選手だと思うんで、まあ、しっかり倒して勝ったのは良かったですね、今回。汗かいた？ちょっと、ちょっとかちょっと、ちょっと強かったです。お願いします。また藤谷来たら、そうですね、多分上手に戦ったんで、田村選手がより攻撃的になった、強くなってました。まあ、1回勝ってるんで負けられない。ライズ世界バンタム級王座決定戦、ペッティンディ所属のリーゼルックですけども、タイでもスーパーバンタム級の中で5本の指に入る強豪と聞いております。非常にあの素晴らしい選手を選手できました。とりあえず上がったが何をしてないか分かんない。あの国際社員が新しく創設されている世界ペンパ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 ン攻撃を用意してます。プライマニー。クエタイでは最大のプロモーションと言われるベッティンディクエタイアカデミーから送り込まれてきました。クエタイの二大伝道ラジャダムナとルッピニーで活躍する23歳がライズのチャンピオンベルトを狙ってやってきました。はい、ディーゼルベック5ワンチャイ。昨年12月、鈴木雅彦を破って世界への挑戦をアピール、あの那須川天心も認めた強さ、史郎が今夜勝てば史上3人目の偉業達成となります。全部タイミングだと思ってる、人のと倒れんの、倒す技を今回なんか用意してたっていうか。試合は3分5ラウンド、延長ラウンドは無制限です。さあ試合開始です。めちゃめちゃ切れてると思いますよ。
かなり柔らかく動いてるしスピードも乗ってますよね。いつも以上にスピードあるんじゃないですか。シロ選手いつもよりちょっと攻めてますよね。気合が伝わってきます。ジャッジ豊永10対10のイーブン。ジャッジ北尻並びにジャッジ大沢は10対9。これで10対10なんだ。あ、じゃあこれポイント入んないんだなって分かったんで、あそこは良かったね。立ってるのがやっとじゃないですか。相当効いてると思いますよ。でもその足で蹴ってきますね。そうですね、リーゼベック気持ちの強い選手ですね。気持ち強いですね。何をそんなにそこまでお前を立たせるんだと思ってます。でもお腹効いてんだったら倒れると思ってます。でも倒れないし、胎児の家族をその養うためとかやっぱそういうのは強さが見えたなって思いましたね。やっぱ相手選手もタイのトップレベルの選手なんやなっていう気持ちが伝わってきますね。ラスト30ね、残り30。今までいつも倒せる倒さない確実にポイントを取るっていう戦い方でこうやってたんですけど、初めて今回倒すって。相手のガードの癖とかがあったんで誘って相手にパンチ打たせようとして打たせたい位置にわざと行って蹴り合わせるっていうパターンだったんですけど、その前にちゃんとあの手が下がるようにお腹を意識させてたり、右ボディでちょっと散らしてちょっとさ意識させて、残り時間が30秒を切りました。最後のラウンドです。おー、キラキラだ。なんか最初我慢しようとしましたもんね。俺一瞬焦りましたもん。もうまだ立つのかって。終わったでしょ。アンドガンが多いっすね。最近の中で一番喜んでるんじゃないですか。動きすごい良かったです。いつもやっぱり休まないんで、はい、それを休もう休もうってもっと早く言ってくれたら。いや言ってるんですよ。朝あのジム借りる時があるんですけど、なんかシミがあるんです、汗の。隠れてこそこそやってるんで、これぐらいで疲労取れるだろうっていうのが、これなんで取れないのみたいな。やっと分かったみたいです。シロ選手はあれでライズコミュニケーション代表、伊藤隆より3歳から始めましたね、格闘技始めて、まあ、こうやって形じゃないですけど残るものはプレゼントできたっていうか、だからすごい嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。でもこれがプレッシャーは感じます。この価値っていうかベルト持ってんで大変だなと思いますけど、まあ自分は調整していきたいので。ライズの世界チャンピオンはこうじゃないとダメでしょう。シロー選手に勝ってもらって嬉しいというか、狙いに行きます。世界のベルトは取りましたが、去年負けた久村選手にリベンジ、そしてワールドシリーズ54キロ自分も出たいと思います。おお、気分ですか。規模も54のトーナメントです。取りましたけど、もう次の目標というかライズってあれじゃないですか、そのずっと試練を与えてくれるから容易に浸ってる時間はないですよね。 ISKA オリエンタルルール世界フライ級王座決定戦、
まあ、いつもと違う技で倒せれたし、まあ、それはいい自信だったんで。試合見てもらったら分かると思うんですけど、多分倒せるのちょっと僕ぐらいなんで、いきます全試合 KO で優勝します。やっぱりみんな見たいのは自分と大崎くんの試合だと思いますし、まあ、クマンドイドは誰でもいいですね。自分はもう自分の中ではもう試合は始まってます。今もうめっちゃ自信しかないんで、誰とやっても負ける気がしない。本当に時が来たらもうやろうよっていう感じですね。ワールドシリーズ世界トーナメント54キロ、1回戦が4月2日大阪で、続いて8月26日大田区総合体育館、賞金は1000万円。